じゃあ父の日ということで、家に帰ったらお父さんという立場でやってると思うんですけど、家庭での役割みたいなのがあったら教えていただければと。やっぱりゴミ出し、それとゴミ出しと風呂掃除あとはご飯を全部食べること、出されたご飯をきちんと全部食べる、子供に意見を言えって言ってるのは、僕はまだどういうわけか、親という肩書きはあるけども友達というか、そのポジションでずっと来ていて、例えばまだ息子が入産もらってないんですけど、もらった時に自分はどう変化するか、まあそれはもう向こうに多分なった女性の対応次第で変わってくるかなという感じですね。息子さんおいくつですか？35になった。35？ 全然なんかまだまだ僕は32で結婚した。僕は36。そうなんです。それがもう非常に心なんていうか心配事ではある、ね、30代、僕の30代と全然違うね、そういう世界の自分の人生を押し付けちゃいけない。いや、まあそう、まあそう、それはいい、それはしてません、してないと思ってますけど、奥さんはもう完全に叱れてるのかな、怒られてるかな。でもこの頃になってやっと73になって分かったんですけど、奥さんはなぜ俺に文句言うかって、怒ってるっていう、自分はカツラギの中、私の中では人に怒るという意味がよく分からってなかったんですけど、その気持ちっていうか、それを初めて息子がそれを教えてくれたんですけど、神さんが怒ってる、カツラギ君に自分に怒ってるんですけど、でもそれに気づいてないなかった。ただ文句言われるよなって、ただ文句言われてると怒ったじゃないですか。いや、それを怒るっていうことと怒るということと怒ってるって思ってなかった思ってなかった。なんか悪いこと、こちら悪いことしてるからなんか怒られてるところが、単に怒ってる、その他のことに対してもいろんなこういうことを言ってるんだけど、もういつも言うから見かけしてくれよって思うんだけど、初めてそれで怒ってるんか、うん。じゃあお父さん帰ってこんで息子さんと二人でおる状態は怒られる、怒られる。いや怒るんですか？いや怒られる、息子から。息子から怒られてる。え、息子から奥さんが？うん。あれ逆なんですね。逆、怒ってるな、怒られる。で一番強いのは息子さん。あ、そうだ。どういう関係性なんですか？息子さんとは友達関係仲良いわけですよね。奥さんから自分は怒られて、息子は奥さんを怒ってるわけですよ。面白いですよね。なんかそんな、なんかどこまで行っても階段がこうなんか上がれないなんか、そういう騙し絵がありますね。騙し絵がありますね。これ明日の分、俺取っとくねとか言って、自分のモーニングプレートを作るみたいな、うん、それが役割です。役割？自分のものとか自分の家族みたいなふうに思ってしまうと、なんかこう間違った、なんていうんですかね、こうなんか傲慢になったり、なんていうんですかね、こうなんか横着になったりとか、家族に対してですね。昭和はみんなそんなんでしたね。小山さんです。よろしくお願いします。